そうだったっけ？仮に裕福だったとしてもって言っただろ。妹なら欲しかったかも。
にちは、おばさま。あら、ほなみちゃん、いらっしゃい。ほなみさん、こんにちは。ごめんなさい、直樹くんまだ寝てるのよ。よかったら、起こしてくれます？あ、いいんです。約束していたわけではないので。そんなすっとぼけた面で。
くね。あんまり遅くならないようにね。はーい、じゃあまたね。ナオ君は用事あるの？
んです。わあ、かわいいわね。はい、ナオくんと一緒に選んだんです。いい見立てね。ほらほら、男は部屋に戻ってなさい。